ね、来るらしいですね。来るらしいですよ。来るらしいですね。なんで、はい、しかも後ろ見てください、後ろ。なんか怪しい車が何のお迎えですよ、これ。響き聞いた。響きびっくりするな、これ。あの、多分少年、あの少年かな、あの少年かな、なんかいますね。あれ、あれかな、どう、あ、撮ってますね、あれ撮ってますね。もう一歩でやるかい。どうだろう、このこの車列。車列どうだろう、交番の交番の前に。響きです。はじめまして、響きです。どう、どう響き、かっこいいでしょ。言葉が出らんくなるんですよ。フルスモがいるんですけど、これガチめやん。これいいんですか、これいいんですか、いいんですか、真横でちょっと止めちゃう、自習すいません、フィルム貼っちゃいましたって。落とし物俺だけや、まあ、じゃあここにだよ、これがまともなやつやってまして。まともなやつやね。タクシー乗ります。そうっす、タクシー、ハイヤーなんで。個人タクシーなんで。とりあえずそこのセブン行きますからさ。そこのセブン。あそこに。開けないと。開けないと。あ、どうぞ。VIP だわ。やってもらいたいわ、こんなこと。あ、なんか荷物が多いからトランク開けろって言ってますよ。いやそんなでも荷物多かったけん。いかちいね、俺の元愛車。ガチャーン、ガチャーン、ガチャンって言うか、なんか林さんの音でヤバい人みたいなんか。なんか7が2台足らんな。あ、違う、3台足らんわ。かっこいいな、こんな並ぶとね。俺のだけなんかドノーマルやん。どれがいい、なんで、あっちがかっこいいやん、ほら。ほら、ちょっとホイール見てきて、あれやばいよ。見て、あれ。でしょ、ギラギラでしょ。後ろとかやばい、光ってるよ。やばい、ここだけなんかVIP組やん。VIP組やん。え、ここだけで、ホイールだけで500万超えてません、多分。超えますね。緊張されますね、頑張れば。むちょ、これはあれらしいよ、このホイールは BM なしらしいよ。出せって書いてあると。これ出せやつ。これダサい180万円のホイール。俺がちょっと解説するわ。これはダサい180万円のホイールで、でこっちは田舎っぺ仕様の、そう、田舎っぺ仕様の、これが160万のホイールでしょ。で、あっちもオートバックスに売ってそうな160万円のホイール。林さんのこれあれらしいですよ、オートバックスに売ってそうなホイールらしいですよ、これ。これ160万、買う、これ160万、これ180万、こっちが高いんだよ。え、こっちが高いんだよ。
こっちが新しい型が、でこれが田舎っぺ仕様のホイール、田舎仕様、田舎のゼロクラ、ゼロクラの方が安いしさ、同じメーカーシャンティ、俺ノーマル、でも俺70代限定のホイールだもん。70代限定、ちょ、しかも梅ちゃん聞いて、俺のやつはおっさん臭いって言われた、おっさん臭い。え、梅ちゃんこのホイール買うと高い？これ刻印入っとるよね。ワンセットどうだろう、あれ100近いどっか、ここほらほらインディビジュアル、これ70代限定のちゃんと刻印が入ってるんだ、ここに。買えないっすよ、吉井さん。シリアルが売ってあるよね。じゃあ BM の純正より高いよね、買うと。普通に高いっすよ、吉井さん。買えばいいな。何やってんの、ちょっと高いよ。1回5000円だからね。舞台に席してください。なんで舞台に席すんの。3シリーズの代金上乗せです。はい、これが響くんです。アンパンマンです。アンパンマンです。石井さん、課長が、課長側じゃねえ、なんだっけ、課長側、掛川課長へ、課長側とか言って、課長側、しましたね、だいぶ。欧米ちゃんが後ろからめっちゃ追ってくるから大変だったんだからね。え？欧米ちゃん飛ばしすぎ。飛ばしてない。飛ばしすぎ。前の車が進むもんでそれについてってるだけです。林さん、欧米ちゃん飛ばしすぎですよね。欧米ちゃん飛ばしすぎですよね。僕にはついていけないと思って譲ったんです。あ、譲ったんですか。ほら、違う、ほら、ではついていけないって、 P さんが飛ばすからってことですよね。よ、え、な、な、なんせ、そんな出してないよ、そんな出し。じゃあ、課長側、課長側、課長園。めっちゃカチャコチャしてるやん。カチャコチャしてますか。カチャコチャ。何やってんの、あいちゃら。パノラマ、何それ。あいちゃら、何やってんの。かわいいとか言って。寒くないのかな。噛むでしょ。噛むの。あ、かわいいやん、こいつ。おいで、おいで。カメラ噛まれます。カメラ噛まれます。かわいいやん、これ。何これとか言って。どこ行くのとか言って。ドラゴン回すやん。噛むことがあるって。寒くないのかな、これ。俺これ欲しい。何？これ欲しい。ちょ、これこれこれ。これ欲しいんですよ、僕。ベランダにハトいるんで、これ欲しいんですよ。ハリスホーク？とは違う。レッドテールホーク？かわいいやん、これ。厳しいね。いや、絶対これおったらハト来ない。ねえねえ、ちょっとハト対策になるよね、これ。ハト対策？いや、30万ぐらい買えるんだと、これベランダで買おうかなと思って。誰かが悲鳴上げとる。ギャーってギャーギャーってる。え、かわいい。ちっちゃいな、これ。かわいい。袋、こんなかわいいの。おー、袋。あ、牛、牛、すごい。何これ、かわいい。おい、こっち向いて。リュウじゃない。リュウ、リュウって書いてある。ほんとにリュウなの。あ、リュウやん、リュウ。これはレムソウ。おーい、おーい。噛むと痛そう、こいつ。かわいいんだけど、これ。うわ、すげえ。うわ、ナイフが食べてる。食い逃げ。食い逃げ。食い逃げ。マジこの可愛い子やばい。ほら、やばこれ。食えないじゃん。食えない。食えてないじゃん。うわ、あれ。
うわぁ怖い怖い怖い。よこせ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 。とりあえず。怒った怒った。何あれ？味噌ひでばりです。味噌ひでばり。味噌ひでばりです。味噌ひでばりですか？はい。ここのあたって感じ。何ここで栄えるの？ヘラサギ専用。ヘラサギ。あの白いやつ。ヘラの形してる。これにご飯あげるのは怖い。昔家にいたの？昔家にいて林さん飼ってたんですか？ちっちゃい頃乗ってたの。え、家にいたんですか？自宅にですか？自宅にクジャクっていうものですか？え、これがですか？いや、これじゃ普通のなのか、色々みたいなのが危ないと思う。いや、クジャクですよね。クジャクが家にいたんですか？え、クジャクが家にいるってやばないですか？ニワトリもウズラもやば。ニワトリとウズラは、え、これを飼ってたんですか？これ鑑賞用だ。クジャクって飼うもんなんですか？ニワトリもウズラも卵産まれなかった。ほらおべちゃん、また林さんがおかしいことですよ。クジャクが家におったとか意味わからんことおかしい。クジャクが家にいるのは強すぎでしょ。あ、俺の好きなハシビロコがいる。あれ買いたいんですよ。ハヤさん、あれは家にいなかったですか？あれはやばい。あれ欲しい。ふたばちゃん。動かない。寝とるやん。おめでとう、寝とるわ。寝てるね。寝てますわ。休憩中ですね。鳥なんですよね。あれお辞儀するんですよ。鳥可愛くないですか、あれ。ハシビロコ。乗り方おかしい。乗り方おかしい。可愛くねこれ。よし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 。来い来い来い。そういう鳴き声だ。そもそも泣くの。おおけきょう。絶対違うってことだけは分かる。おけきょう。絶対違う。かあ。クソすぎる。クソすぎる。なんかごめん、これエブリのミラーにぶら下げるから、また。邪魔で仕方ない。エブリの前見えねえ。見えるんですよ、こうやって。だって、ふさぶら下げるやん、車って。いや、ふさぶら下げないっす、最近。今の時代は、はしびろこをぶら下げるから。いや、ぶら下げない。なんすかその邪魔なの。おかしい。めちゃめちゃ邪魔。草ぶら下げるから。いやいや。アホー。アホーっつって。違う。鳴き声が絶対違う。これエブリにぶら下げるわ。これ上げていきますね。お願いします。うまそう。うん、久しぶりですか。焼き加減気になるものでしたら鉄板が熱いに押さえてください。気が入ります。うわーうまそう。これおめちゃん、うわうわ見てこれ、見てこれ、うわーうまそう。ちっちゃちっちゃいですか？画面がちっちゃい。あ、画面がちっちゃいですよ。これうまそう。これもうはい、すいません、普通盛りライスのお客様。はい、なんか気まずい。なんか気まずい。林さん足ります？それでちょっとちっちゃくですか？うまいですか？うまいですか？あ、うまい。あー、お腹がいっぱいだな。そうっすね。あれ、おべちゃん金払った？はい。あれ気分は？あれ、おべちゃん金払った？ごちそうさまです。なんか、え、おべちゃん金払った？あれ、どさくさまぎりでなんか金払ったね。気分は払ったっす。あ、気分は払った、はい、でも実質は払ってない。バカ野郎。ホイール1本売りに行くわ、代わりに。ちょっとおかしい。割に合わ。バカ野郎。割に合わ。バカ野郎。何奢ってくれる俺に。すぐ行きますか。やかましい。割に合わんわ、本当にこの人。意外に目立つ。ハシビロコ可愛いでしょ、ほら。ここにハシビロコいる。これ何、最短の旅？はい。
あ、最短の旅だったのこれ。静岡最短の旅。静岡最短の旅？インカケ川。インカケ川？はい。そうだったの？はい。あ、最短の旅楽しかったですね、しーさん。じゃあ気をつけて帰ってください。はい、お疲れさまでした。お疲れさまでした。はい、じゃあもうお疲れ、バイバイ。なんでそうなる？なんかおかしいやん。っていうことで、はい、なんかちょっと聞いてください。僕とか林さん金出してるのに、誰か出してないんですよ、金。あれ、石井さん金出しました？あれ、ムーちゃんも出した？あれ約1名金出してない人がいる、これ。さあ、セブン行きますか。石井さんの言うの目。なんでなんで金出してないの？え、なんで？え？え？尺長くなる、なんで？なんで？尺押してる。なんで押してる。それだけ押してる。セブン行きましょう。レッツゴー。セブンでお金を落とすよね。あ、ありがとう。3万円ぐらい利子つくんで。めっちゃ。じゃあ、林さん、お疲れ様でした。また次回、最多の旅やりましょう。お疲れ様でーす。Wait a minute!